さつまいもラス掘り取りやるぞ。はい、皆さんこんにちは、シャンクスオです。今回は今年のさつまいもラスト収穫っていう風になってます。品種今年ですと3品種植えたんですけども、ベニアズマ、ベニハルカ、シルクスイート、この3品種ようやく終わります。8月下旬から掘り取りを始めて、今日10月11日、結構かかっちゃいました。かかったわけとしては、里芋の掘り取りとかキャベツの植え付けとかいろいろあったので仕方ないかなっていうふうに思いますが、まあなんとか、最近雨続いたんで予定通りには進みませんでしたが、実際にこれから掘っていきたいと思います。はい、ずらーっとこれが今掘った列になります。今日は全部で7本、最後の7本掘りました。もうトラクターでの作業は終わったので、まあ、みんなも過去の動画でいっぱいトラクターで掘ってる姿見たのでいいかなって思います。はい、でそして今年はさつまいもが豊作ということでした。これもつるから上げると、おら、でっけー、これはシルクスイートです。で次の列がベニ、これアズマか、これもベニアズマ、これ前めっちゃついてる。次がベニハルカか、ベニハルカもこうついてますね。では次に実際にコンテナに詰めながら作業をしていきたいと思います。で近々こう焼き芋にする動画も、まあベニハルカかもしれないですけども撮っていきたいって思うので、その辺もこうご期待ください。で最初シルクスイート、シルクスイートは今年は500本植えました。500本植えたけどもめちゃめちゃ取れすぎてます。これも焼き芋とか直売所とかそういう風なところに向けて販売する予定ではあります。全部こういうのね、もうすさまじくでかいやつが多い。だから予定通り今年コンテナ数も多く準備したんですけども、それがちょっと足りないっていう状況に陥ってしまったので、豊作だったかなと思います。さつまいも栽培始めて何年経ったかな、ね、最初の頃は300本ぐらいから始まって、なので5年くらい経ちました。最初300本、次が結構規模を上げてやって1000本くらいやって、その後掘り取り機あって1500本で、去年から3000本クラスになってきて、今年3500本くらい植え付けました。だんだん掘り取りのやり方とかも分かるようになってきて、今年はほんとあまり傷つかず掘り取りができたので、その分に関しては良かったんじゃないかなって。みんなもささつまいも掘り取り、まあさつまいも栽培してる人だったら掘り方とか結構楽しくやってと思いますけど、小学校とか時にこうやってさつまいも、ほんと初心者でも掘りやすい野菜なので、ぜひ興味ある方はやってほしいと思います。肥料もいらないし農薬もいらないので非常にやりやすいです。農業初心者におすすめな作物になってますね。本当今さつまいもブームっていうか、そういうのがあっていろいろ品種とか特徴が多くなってきてるわけであって、焼き芋フェスじゃなくてそういうのをテレビで見たりするのもどうしてもさつまいもに厳しい方々に出てくるようになってきたんじゃないかなって。でこの間東京のその隅田祭りっていうお祭りに行ってきたんですけども、まあ山形でさつまいもって結構珍しいねって言われました。結構千葉とか茨城とか栃木とかのやっぱ産地の生産者の方々とお話しする機会があって、山形で珍しいって言われました。はい、なんだかんだしてるうちにもう一ケース詰め終わりました。
なんかさつまいもって歴史たどるとその飢饉とか健康被害とかにも強い品種っていうかその強い野菜に分類されるみたいで、かつてのその飢饉とかの時も芋のおかげで生き延びた人もいるみたいな、この間テレビで言ってました、ね、まさしく今の天候、異常気象の中でも、まあ、去年もさすがに水没したけども、さつまいもはまあごぼうみたいになったけど、まあ、生き残ったのは強いと思います。今年もこんなに暑いけども生き残ったので強いと思います。そしてこう貯蔵性があるっていうのがやっぱさつまいものいいところです。シルクスイート収穫終わりました。で次から紅あずまの方に切り替わります。紅あずまのまあ特徴としては、まあ、大学芋とか天ぷらにすると美味しいです。あとふかし芋とか、ちょっと甘さは控えめな感じでホクホクという感じですね。で焼き芋にするとなんかこう昔ながらの焼き芋みたいなイメージですかね。あとは放っておくと本当、ああこれ見てくれ、こんなでげえ、こんなでかいやつも取れます。これすっげえよ、ほんとでっかいやつばっかり取れる、でかすぎる。これとかはでっかいじゃないですか。はい、それではこんな感じで紅あずま取りました。イエーイ。はい、ほんと紅あずまでかいっすね。まあ天ぷらとか加工向けのような芋が多く取れちゃったんで、ちょっとなかなか販売するのも大変かもしれないですけども、まあ見事本数も多く取れたので良かったと思います。はい、シルクスイート紅あずまも収穫終わったので、最後ラスト紅はるかの収穫になります。いや、ここまで長かったと思いますね。本当8月下旬から掘り始めて1ヶ月以上ちょっとかかってしまったんで、あれですけども、まあって言ってもあと5本もあって、だいたい500本ぐらい掘んなきゃいけない状況ではありますけども、頑張っていきます。と紅はるか、これからの焼き芋の季節にぴったりな品種になってます。紅はるか栽培してる最初の頃は紅あずまの方が好きだったんですけども、だんだん紅はるかの方が好きになっちゃいました。やっぱりこの焼き芋にした時のこの蜜が出る感じがすっごくたまんないんですよね。それが大好きになった要因です。おら、結構取れたよね。深く斜めに今回は植えたので本数も多く取れたんじゃないかなと思います。ご覧の通りあと残り 1,2,3 本、結構コンテナに芋詰めていくの重労働です。すごく重くなるので、だけどあと3本頑張っていきたいです。イエイ。芋掘りの集大成として頑張んなきゃいけない、今こそ頑張るべきところです。やっぱり作ったもの美味しいって直売所とか給食で出した時に言ってもらえることが僕らの励みになってくるので、そのためにもあと3本なんて楽勝中の楽勝って言えるようになっていきたいですね。だから年々ほんとさつまいも作りは上達してるので、さつまいもの仙人をなれるように何年かかるかわかりませんがね、やっていきたいですね。そのためにはもっとこうやって土作りとかネズミ退治も含めて頑張っていきたいです。千人の息になったらね、もうチャイチャイって。はい、そうですね、あと
残り5メーターくらいになってきました。よし、長かったけどここまで来たんだっていう思いの方が強いですね。8月に掘り取りを開始して、インターンシップの人も来た、弟子も来た。掘り取り中調子悪くなる時もあった自分自身が、本当いろいろあった中、ようやくここまで来たんだっていう感じっすね。まあ掘って終わりじゃなくて、掘って販売するまでが仕事なので、その辺もしっかり踏まえながら頑張っていきたいですね。はい、では収穫やっていきます。今年の芋掘り、もう思い残すことはないってぐらい芋掘ったと思うので、でも日が暮れる前に全部掘れたので良かったと思ってますね。例年よりだいたい1週間とか遅くなっちゃったけども、やっぱ天気にはかなわないところもありますけども、こうやって最後のところまで掘れてよかったと思います。これが最後の一塊だ。このエリアが終わったら終わりや。それではこれが最後の一本になります。いろいろあったな。よっしゃ、こんだけ掘りました。まあざっと18ケースぐらいはあるかな。うん、これ最後ケトにつけて終了。それでケース運んでいきます。よいしょ。これが紅あずまか。よいしょ。ほっほっほっ。だっつだ。まあ本当は運搬車とかそういうのあれば楽かもしれないですけどね。いて、やっぱ農作業で培ったこのね、コンテナ運びで培ったパワーがあるんで、運動不足にはなってないって思ってます。よいしょ。これがシルクスイート、シルクスイート積み込み終わりました。ほんとお疲れでした。ほんと今回はさつまいも収穫終わりました。はい、まあ終わったんすけど、ここの場所は、まあ、番外編としてもう一箇所苗余ったところで結構規格外なさつまいも収穫する目的として選んだ畑があって、そこで規格外なさつまいもを取っていきたいと思います。まあ一旦ここの畑は終わりですけども、規格外なさつまいもも期待してください。それでは以上、シャンクスオーでした。さよなら。